PS3 の初期化方法、簡単5ステップ。ステップ1、設定から本体設定を選択します。ステップ2、PS3 の初期化を選択します。ステップ3、ハイを選択します。ステップ4、フルフォーマットを選択します。ステップ5、問題がなければハイを選択します。初期化が始まります。データ容量により、初期化には数時間かかる場合もあります。この画面になれば初期化終了です。お疲れ様でした。ゲーム機効果買取中。詰める、送る、あとは入金待つだけ。スピード宅配買取、バーベキュー。